化粧は休みの日だけします。めっちゃいいね。いい感じです。22歳の大学生、メイクで気になるのは遠く見は何回も飛ぶので、なんか崩れてきそうだなって思っちゃいます。板飛び込み、三上紗也可選手。パリオリンピックで日本選手初のメダル獲得が期待されています。戦いの場は幅50センチの板の上。三上選手を支える安田千巻コーチ。小学生の頃からつきっきりで指導しています。一昨年の東京オリンピック、あっと大きな失敗となりました。プレッシャーに飲み込まれ、全く力を発揮できませんでした。再び世界を目指す今シーズン。しかし、もうちょっとええ加減だ、もう少し集中しないと練習ならんぞ。飛ぶことの意味さえ見失っていました。結果ばかりを求められてるような気がして、何のために飛び込みをやってるんだろう。それでも三上選手は挑み続けました。大舞台で羽ばたくために、自らの弱い心と向き合い続けた4ヶ月間を追いました。取材を始めたのは6月。三上選手は翌月の世界選手権へ向けて合宿を行っていました。プールに入る前、三重跳びを軽々と。小学生からずっとこの縄跳びでやってたんですけど、はい、これでずっとやってて、愛用、はい、10年以上愛用してます。まず陸上で感覚をつかんで、で今日の調子がどうかなとか、そういうのをこの縄跳びの回数とかで考えて、で練習行くっていう感じのルーティンになってます。三上選手が行う板飛び込みとはどんな競技なのでしょうか。これが3メートルの飛び込み台です。助走の歩数っていうのは全く決まってないので人それぞれなんですけど、私はだいたいここからスタートします。飛び込むときは先端に行くのが一番理想です。最後踏んだときはギリギリのところの方が一番ジャンプできる、板の力をもらえる場所です。板の力をもらえるのか、はい、高く飛び跳ねて先端からダイブ、後ろ向きから飛び込む技も。水面までは2秒。このわずかな間に回転やひねりを組み合わせた技を繰り出します。さらに入水の時、いかに水しぶきを抑えるかも評価の対象になります。三上選手の代名詞ともいえるのが、5154Bという技。
まず宙返りを1回、そして宙返りをしながらひねりを2回、さらに半回転します。非常に難易度が高く、世界の女子選手の中で飛べる人はほとんどいません。三上選手はこうした高い技術で去年までに4回日本一の座に輝きました。オリンピック6大会出場のレジェンド、寺内健さん。10年来見続けてきた三上選手をこう評価します。海外は大柄な選手が多いんですね。その中でも三上選手はやはりそんなに大きくはないけれども、そう感じさせないジャンプ力、むしろその大柄な選手たちよりもダイナミックに飛べるという技術があるという意味では、もう高さも申し分ない、で回転力も申し分ないっていうところが、まあ、世界の評価であると思いますね。飛び込み競技は日本の選手で過去にまだオリンピックでメダルはありません、まあ、極めてメダルに近いという選手の一人。もうちょっとしっかり手当てて絞ってやる、水際で。三上選手をマンツーマンで教えるのは安田千牧コーチ。小学生の頃から13年間指導してきました。飛び込み一本一本を安田コーチが撮影していきます。もうちょっとこのラインきちっと意識、この中に引っ込むんですよ。もっと細くないと思います。はい、はい、じゃあ腕の角度、顔の向き、指先まで、あらゆる動きを確認しては修正。手の位置、はい、ちょっとタイミングが遅い、もう一本。多い時は1日80本も。こうしたことを繰り返します。まあ、少しマシだけど、まだ全然板踏めてない。もうあの顔になってくるとダメです。思い通りいかないからイラ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 してます。あ、聞こえてる、もしかして。本日の献立は何ですか？今日のご飯は水餃子と昆布のおにぎりとソーセージパンと差し入れでいただいたぶどうです。いただきます。1年のうち300日近くを共に過ごす2人。移動も安田コーチの運転です。私が今マネージャーです。ー、はい、コーチじゃない、コーチじゃない、はい、三上さんのマネージャーです。、はい、三上も車に乗って、はい、次どこって言ってるだけだから。次何、次どこって聞いてるだけ。飛び込みの魅力はどんなところにあるのか聞いてみました。試合の時に飛び込んだ瞬間は水の中なので無音になるんですけど、その入水が向かい入った時に上がった瞬間、その水から上がった瞬間にたくさんの歓声が聞こえるのが一番嬉しいし、よかったって思います。今シーズン最大の目標が近づいていました。パリオリンピック出場がかかった世界選手権。その3週間前、
三上選手は調整のため国内大会に出ることにしました。試合は全部で5本。すべて異なる技で飛ばなければなりません。その合計得点で順位が決まります。1本でも失敗すると大きな減点になるため、選手にはプレッシャーがかかります。三上選手の番。集中力を高めます。狙い通りの演技。水しぶきも上がりません。世界選手権に向け仕上がりは順調でした。日本選手初のメダルへ期待が高まる三上選手、その力はどう育まれたのでしょう。ふるさとの鳥取県米子市、この屋外プールで三上選手は飛び込みを始めました。小学校2年生の時に体験教室のチラシというか紙が学校から配られて、あまり聞いたことない競技だったので興味があって行ってみようってなりました。そこにいたのは安田コーチ。三上選手のゴムまりのようなバネの強さに驚きました。女の子でその年齢にしてはすごくジャンプができる子といいますか、もうとにかくこう暴れ馬のような、まあ楽しそうには飛んでるんだけど もう飛び込みになってないといいますかね、自分 の体をコントロールできず、動きをコントロールできず困ってるなっていう感じの飛び込みでした。安田コーチお手製の装置で日夜特訓。三上選手はメキメキと上達し、国内大会で優勝するまでに力をつけていきます。これが、計画表です。小学5年生の時に書いた人生の計画表。一番の夢は？オリンピックに出て3位メダルっていうのもぼやっとしてたんですけど、とにかく書いておかないとちょっと怒られそうだなみたいな、そういうの気持ちも多少あったと思います。誰に怒られる？安田先生に。とりあえず夢はでっかく持っとこうと思って書いてました。しかし安田コーチは本気でした。オリンピックは一日一日が勝負です。こんなところで涙を流しているようではその権利は与えられない。本気で世界一を目指せ。安田コーチには人一倍オリンピックにこだわる理由がありました。かつて飛び込みのトップ選手だった安田コーチ、アトランタオリンピックの代表選考会で見事優勝しました。本当夢なんで、こ
これにかけてやってきましたんで、ぜひ出たいです。出るとなったら出たいです。お願いします。ところが当時の飛び込みの代表枠は男女合わせてわずか3つ。安田コーチは代表に選ばれませんでした。天国から地獄でしたね。もう選ばれるもんだと思ってましたよ。いやもうやりきれなかったですよね。やりきれなかったですね。夢は指導者として教え子に託すことに決めました。そして三上選手と共にようやくたどり着いたのが東京オリンピックでした。あっと、大きな失敗となりました。バランスを崩し、踏み切りの位置がずれてしまいました。背中から入水。大舞台でのまさかのミスでした。いつもよりいいのをやろうとか、会場の雰囲気とかに飲まれて失敗したかなと思います。練習ではできていることがなぜ大事な場面では失敗してしまうのか。プレッシャーに負けず平常心を保つことが大きな課題となりました。心の問題かなとは。どうやってメンタルを作っていくかということが一番の問題になってくると思うから、また繰り返さないように、いろんな場面場面で思い出しながら、そこで自分をコントロールしながら、パリオリンピックの出場権がかかる世界選手権。各国のトップ選手が集まりました。注目を集めていたのは中国の陳ゲイブン選手。機械のような正確な演技で数々の国際大会を制覇している新たな女王です。今回の大会でも5本すべて火の打ちどころがない演技。一方の三上選手は4本目を終えて5位。表彰台を狙う最後の1本。大きな水しぶきが上がってしまいました。パリオリンピック代表は内定したものの、結果は7位。優勝した陳選手からは50点以上も引き離される完敗でした。とりあえずはパリオリンピックが内定して嬉しい気持ちはあるんですけど、まあ、まだ、メダルには遠いなっていう試合でした。とにかく自分の悔いの残らないようにもっと練習して、
悔いの残らないような試合をしたいです。また大事な場面で失敗してしまいました。大会から5日後、ちょっとええ加減だ、ちょっとええ加減、もう少し集中しないと練習ならんぞお前。それ張り詰めていた糸が切れたようでした。な、調子のいい日も悪い日ももっと幅を狭めないと確率が良くならないんだよな。だから土壇場で失敗しちゃうんだよ、わかる？なあ、気分も乗らん、体調も悪いね、そんな時に、まあそれだからいいやじゃないんだよな。こういう時にちゃんと飛べないとダメだよ。中国の選手はこういう日でもちゃんと飛ぶよ。お前はダメだ、いつも試合が終わった時は。それがムラがあるんだよ。そういうムラがあるから試合もダメなんだよ、わかる？で、そんな顔して飛んどっても上手にならんぞ。そんな顔して飛んどっても上手にならんぞ。そんな顔して飛んどっても上手にならんぞって言ってるの。なんかもう頑張ろうって思ってはいるのに、なんかもうなんだろう、体もあまり動かないし、気持ちもなんかなかなか、なんか次絶対なんかもっと頑張るっていう気持ちに今 100% 慣れてないのかなと思ってます。何ですか？これは自分がちょっと書きたい時に書くノートで、その日思ったことを書いてます。実は東京オリンピック以来、三上選手には抱えてきた思いがありました。私は何のために飛び込みをしているんだろう。いつから自分以外のために飛ぶようになった。結果ばかりをなんか求められてるような気がして、なんか何のために自分が飛び込みをやってるんだろうって瞑想してた時かな。誰かに言われて何番になれよとか、絶対メダル持って帰ってきてねとか、直接は言われてないんですけど、なんか日本代表になった以上そういうことを求められてるような気がして、まあ求められてるんですけど、なんかそういうなんか言葉を投げかけられてるような気がして、一方安田コーチも葛藤の中にいました。これまでと同じような指導を続けていいのか。
本当にこう2人でもう手探り状態で今やってるっていう状況で、がむしゃらに練習しててもダメだろうし、もう本当にこう毎日迷いながらやってる、怒っちゃ謝りの毎日なんですよね、今なんていうのは。もう彼女ももういい大人ですし、キャリアを積んだ選手なので、やっぱりこうある程度のことは信用してやって、信じて黙って見なきゃいけないっていう思いはあるんですけども、やっぱりこう私の方が焦ってるというか。その日の夜、まあ、とりあえずお疲れさん、頑張りました。どう、世界選手権終えてみて。周りは、ああ残念だったねとか言うかもしれない。全然そんなことない。同じ7番でも全然違うし、似合いまあ、本当にこう一歩、もう2歩も進んだ世界選手権だったじゃないかなと思う。目に見える結果は出ていなくても、一歩ずつ前へ進んでいる。励ましの言葉をかけました。悟りようか。お久しぶりだね。私だったんだ。ああ、いいね。三上選手も心の内を話しました。試合から安田先生の指導を受けてきたんですけど、こんなに長く指導しても、あの指導してもらうような競技人生だと思ってなかったし、人生の中で自分ぐらい怒られてきた人って全然いないと思うので、なんかたくさん怒られてきたんですけど、それになんか耐え切ったっていうか、耐え切れてはないんですけど、なんか腐らず続けてこれたっていうのが、やっぱりそれぐらい飛び込みのことが好きだし、飛び込みに向き合ってるのかなと思って、そういう安田コーチとの日々が自分を成長させてくれた。次に出場するのはドイツで開かれる国際大会。そこで再び陳選手と相対することになりました。この日の練習は様子が違いました。今のはどう思った、飛び出した瞬間。引っかかってはないと思いました。引っかかってないので、普通にやったら勝負。これがもうあの進みです。安田コーチが三上選手の意見を求めます。あの一歩前は普通にやってないの。これはもうまっすぐ踏んでるから落ちる回転だけど、一歩前は振られてるから同じ処理をしても下の動きが違う。そうしたら今の踏み切り、この踏み切りで
もう少しきちっと引っ張ってもらう。三上選手はしっかり自分の考えを伝えていました。まあ、ちょっと良くなったよ、ちょっと良くなったよ。まだ釣られてる、こっちが。今までは安田先生にこうしてって言われて、じゃあ自分がこうするって直してきたっていう感じだったんですけど、今は自分からも安田先生からもこうやってみよう、やってみようっていうのをこう2人で言い合って、それで答えを探していくっていう作業になってる。夢に向かう2人の気持ちがまた一つになろうとしていました。これは飛び込みの練習の時にとか試合の時に使うあのヘアゴムのヘアゴムです。楽しいですよ好きなんだね、こういうの。好きです、うん、いや、こっちでこの3本でいきます。ずっとプールとホテルの行き帰りばっかりなので、うん、気分転換にはなります。ドイツに再びトップ選手が集まりました。試合直前の練習、世界選手権で優勝した陳選手。隣の三上選手は視線を向けようとはしません。陳選手には笑顔が見えます。 How do you cultivate mental strength, or how do you do that? I don't really know. I often struggling myself. Yeah, just trying to show the best of myself. 女王の登場に観客も沸きます。
三上選手の1本目。2本目も落ち着いた演技。一方、陳選手は圧巻の演技でトップに立ちます。三上選手の4本目。水しぶきを上げることなく、きれいに決めました。陳選手も完璧な演技を続けます。ここまで陳選手が9点のリード。接戦です。残すはあと1本。今まではこの大事な場面で失敗してきました。すると安田コーチ、三上選手に歩み寄りました。見せたのはスマートウォッチ。心拍数を三上に見せてもらう。緊張しますって言うから、俺も緊張してるぜ。5本目は最大の武器 5154B で挑みます。決めれば逆転の可能性も。自分はできるっていうふうに、大丈夫大丈夫っていうふうに言い聞かせて、とにかく自分の演技に集中する。大きな歓声が上がりました。全選手の技の中で最高得点です。結果は陳選手との差はわずか 1.5 点でした。終われたような気がします。いやもう本当に最高です。
ました。ようやくこいつが取りました。よくやりました。